千葉県のほぼ中央に位置し、都心から50キロメートル圏内、東京駅や羽田成田両空港まで約60分と良好なアクセスながら、市の南部地域には美しい里山風景が広がる市原市。市内には8000カ所を超える事業所があり、またアクセスの良好さから市内で働く人、近隣市町村で働く人、県外で働く人と様々です。お休みの日は市内の観光スポットだけでなく、市外にお出かけするのも便利です。住んでいると当たり前と思ってしまうこの市原での暮らし、よく見てみると実はとてもちょうどいいのでは。職場に近い、自然環境に恵まれている、買い物に便利など、ちょうど良さは人それぞれです。これから働く人たち、今働いている人たちに、市原市に住み働くことを選んでもらうために、若手職員によるワーキンググループを立ち上げ、ちょうど良さを掘り下げ、どのように伝えていくかを考えました。若者たちが大事にしたいこと、キーワードはワーク・ライク・ライフ・バランス。市原で暮らすと、市内在住者の平均的な通勤時間は片道 29.7 分と、例えば市川市の 50.8 分、船橋市の 54.7 分と比べても20分以上短いことがわかります。平均的な家賃は、単身者向けの住宅に住む場合、平均的な1ヶ月あたりの家賃が東京の約8万4000円に対し、市原市は約5万2000円と3万2000円も安いことがわかります。市原で働くことで自由に使うことができる時間、お金が増え、やりたいことができる、なりたい自分になれる、こういったことをストーリーで伝えていくことで、市原に住み働くことを選んでもらえるのではないかと考えました。ストーリーの伝え方として、若手職員たちが見つけた一つのツールがノートというメディアプラットフォーム。文章だけでなく、写真や動画、音声を投稿してストーリーを伝えるコミュニケーションツールです。市原市ではこのノートを使ってストーリーを届けることにしました。ノートでは市原市のこと、もの、市原で暮らす働く人のストーリーをお届けしています。今回は市原で働くことを選んだ4人の若者をご紹介します。出身が岡山県倉敷市で、そこから8歳の頃に木更津に親の仕事の都合で引っ越してきました。で、そこから高校卒業まで木更津で過ごしてまして、で、就職を機にこの会社の寮がある市原市の五井に引っ越してきました。やっぱり一番モットーにしているのは常に笑顔でいることですね。見てもらったら分かる通り、ずっと笑顔なんですけど、やっぱ笑顔だと人生も明るくなるような気がしますし、それは心が、がけなくても笑顔でいるように、してますね。その次に来るのがやっぱ自分自身を大事にすることと、また周りの人たち、家族だったり仲間、恋人だったりとか、そういった周りの人を大切にして、で、そうですね、やっぱ人に生かされているなと思うので、そこを大切にしています。私のいる、部署がですね、工場管理グループといいまして、
工場で働く人たちのサポートをするような部署になりますね。で、まあ、その中にも総務と経理っていうのがあって、私は今経理を担当してるんですけども、まあ、経理ですと工場で作った製品の原価、この商品がどういう原料を仕入れて誰が何時間働いて作ったからいくらになるとか、そういったものを計算したりだとか、そういった経理業務ですね、はい、を担当しております。私高校商業高校に通っていたんですけども、その時に2年生の終わりぐらいの時にですね、学校の進路指導部の先生から、市原にはたくさん工場地帯があって、そこでいろんな働き手募集してるから、どうだと。で、その中でも弊社当時宇部興産という会社名でやっていたんですけども、宇部興産はとても地盤がしっかりしている会社なんだから、安定して働けるよというふうにですね、言ってもらって、で、まあ、その時まだ高校生だったので よくその他の会社のこととかも分かってなかったんですけども、まあ、先生がそういうなら大丈夫だということで、こちらを受けることになりました。まあ、働きやすさというのが一番僕的にはあるかなと思ってて、働く時間もですね、定時は朝8時から夕方16時45分までなんですけど、その定時に縛られることなくですね、上司に申請をすればフレックスといって勤務時間もちょっとずらして7時半からスタートして16時15分に終わるとか、そういったこともできるので、働きやすさというのは、はい、あると思います。工場の中にですね、食堂がありまして、でいつも昼はそこで取っております。定食と丼と麺類の3種類から選ぶことができて、まあ、飽きることもなくいつも美味しいものを、はい、食べさせてもらってます。ラーメンですね。ラーメンといっても普通の醤油ラーメンもあるし、味噌ラーメン、塩ラーメン、豚骨、担々麺とかなりバリエーションもあるので、はい、食堂でもラーメン食べることには困らないですね。鶴舞にあります中華ここへ2個という店があるんですけども、そこのお店がまだオープンして1年半とかかなぐらいしか経ってないんですけども、古民家を改装したちょっと隠れ家的なお店 でラーメンの味もうまみがものすごい美味しい醤油ラーメンなんで、ここはもう本当に気に入ってます。車に乗ってドライブすることが大好きで、やっぱ市原市すごい自然がすごい豊かなので、車乗って市原の南の方行ったりして、で例えば養老渓谷行ったりだとか、高滝 の美術館行ったりだとか、そういう楽しみが市原にはすごいたくさんいろいろあるなと思ってて、市原 の鶴舞にある人のお家の庭を一般開放してどうぞっていうふうにしてる場所なんですけど、そこの場所がちょっと高台にあって景色がすごい広く開けてる場所があって、そこが本当何でしょう、穴場というか、そこで近くでパン屋さんで買ったパン買ってそこで食べてとか、そういうのするのがすごい好きですね。私が一番気に入っているのは自然が豊かなことですね。まず驚いたのは面積がものすごい大きいんで、どこまで行ってもずっと市原市じゃんみたいな感じで、で本当冒険をしているような気分になってですね、そういうところですかね、はい、いろいろ市が主催するイベントにも参加させてもらって、で特に一番心に残っているのがアートミックスでした。で、私趣味でアートもすごい好きなんで、前回のアートミックスに参加させてもらったんですけども、その時はまだ入社して1年目2年目とかだったので、誰か知り合いを作りたいなっていう気持ちで運営側にですね参加させてもらってですね、塗ったりとか、なんか
持って作ったりとかそういうのもしてですね、すごいいい経験になりました。その時もいろんなところからお客さんも来てまして、で、まあ、会社の人に声かけられたりとか、まあ、そういったこともして、すごいいい思い出になったので、次の、今年ですね開催されるアートミックスもすごい楽しみにしてます。